まあ、最近さなんか YouTube でさ、うん、よくさ何年もこう大食いとか、うん、辛いもん食うとかっていう動画がちょいちょい上がってるけど、うん、じゃあおまあ、いや無理無理大食いとかさ俺らはそんなことやらないできないじゃん邪道だそれ、うん、俺らはそんなことやらない、うん、でまあ確かに辛いのおわーさよならもう終わるんかい前すごい前からさ、いや俺辛いの全然平気だっつってるから、辛いの遠いじゃん。林にどんな辛いの増えるんだって。今流行ってるのはその唐辛子系じゃないよ、ハバネロとかさ、青唐辛子とか、ああ、そういうのも含めて。俺好きだけどな、俺はな。最近ちょっと便乗しようかなと思って、うん、今日はちょっとね、うん、山屋っていうちょっとね、酒屋スーパー、ね、はいはいはい、あ全国展開してるのかな、わかんないけど。ねえだろう山屋。そこでね、ちょっとね、俺がね。バーン、なんかよくわかんない、もう買ってきたのこいつっていう、ちょっとね、韓国のね、うん、普通カップラーメン、普通さ、うん、今さもう日清とかさ、うんうん、なんか油そばの辛いなんとか出てまし、まあ、るじゃん、まあ、あるよ、あるやん、明星とかね、明星とか、うんうんうん、いや、これ韓国製やん、いや、それはさ、やっぱ、わからへんやん、いろんな人がやってきてるじゃん、これさ、じゃあ、買いに行って、私も試してみようとかさ、ああ、試せないとこ、多分まあもしかしてもネットとかで買えるかもね。ネット、あ、ネット、今だったら。わかるけど、まあなんかちょっと一つ、うん、で、ちょっとね、なんだかちょっと、例えばこの、このやつ言うと、うん、これね、全部同じシリーズなんだけど、ブルダック炒め麺って言って、激辛って書いてあるね。うん、そうそう、なんかブルダックって言って、なんかね、韓国のね、大丈夫かこれ。焼きそばなのかな炒め麺って書いてある。全部これね、同じ炒め麺なんだよ。これ一回お湯を捨てるってことこれ。あ、そうそう、これね、焼きそばみたいな感じだから、韓国の。で、その中で、この黄色いのは、チーズで、うん、この赤と黒、うん、辛いって書いてあるんだけど、あーもうもうチーズなしだ。おい、はい、チーズなし。いやチーズも、いや、あチーズも今そう今食べ比べだし辛いのか、赤、俺が黄色いって、いやもう一人俺はいいよ。あのゴレンジャーのさ、うん、カレーが大好きみたいな黄色のやつな、キーレンジャーみたいなやつ、うん、俺はいいけど、確かに辛いの強いっていうから、うん、どっちか食わしてやろうと思って買ってきたんだけど、うん、俺自身がどっちが辛いか分かんないから、じゃあじゃんけんして決めよう、じゃあ俺食わないから絶対に食うって、俺マジで無理だって、本当知ってる人は分かるけど俺本当辛いダメだから、もう知ってる人ってめちゃくちゃ少ないからやめてお前のこと知ってる、やがましいわ、いやマジでやめて、お前がわざわざやるよ、いやお前の持ち込みやってもいいけど、バッ、じゃあ分かった分かった分かった、お前がほらどっちが辛いと思うの、正直このね、今赤で黒あります。どっちが辛いと思う？俺は赤の方が辛いと思う。じゃあ、俺が辛いも赤でいいんだな。じゃあ、ちょっと、もう一回見せて、もう一回見せて。いや、俺はだから、それお前、これ、俺優しさやで。でね、どっちでお前選ばされる？俺黒、じゃあ俺食べきれないから。いや、知らんで。じゃあ、お願いだから。黒でいいんだな、本当に。お願いだから、もしも食べきれなかったら、ちゃんと食べてね。だって横見てよ、これもう。ん？激辛って書いてあるでしょ。こっちで激辛って書いてある。だからそれも含めて食べて実証しよう、はいはいはい、韓国ブルダックチャレンジです、はい、まず今ね、今からちょっとこれを開けてちょっとまず中をちょっと確認してね、中身は麺はいたって普通、あこれ後入れやな、スープとかもちょっとこれ見せて、林にそのこれ置いて、カップ置いて、多分要は辛いのはここなんだけど、見て同じ、でもお前のとこれ一緒やん、これ一緒なんじゃない、だからここで入れ替わったらもう分からんな、そうそうそう、だからこれマジでお前とこれを入れ違ったらもういいの、多分書いてあるも文字も、あっニンニク書いてある、あニンニクって俺の2倍ってこと、2倍じゃん、2倍超えたらどうなんのこれ、ちょっと待てやめろ、やめろ、何何もう分からん、もうこれ何で、うん、てれ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 、いや変えたらどっかじゃあ俺今からお湯入れてくるから、はいはい、じゃあお湯入れて捨てるまでやってきて、ああ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 、それはちょっとね、はい、あの他に調味料の紹介を、あと七味唐辛子、これね定番のタバスコがあります、あとこれめっちゃ怖いんだよ、これな、唐辛子っていうね、なんか変なチューブのなんか怖いんだよ、これめっちゃ怖いんだよね、結局だけど俺が主にこのソース、このソース2個のソースがね、これが、うん、こっちが僕の、こっちが林刑事の、俺のね、かける2って書いてあるのちょっと、そうそうそう、林刑事が今いないので僕は前にピザ屋でもらった、これ分かりますかね、レッドペッパーってやつ、これを作るときにあえて混ぜてあります、
では今ちょうど4分経ちましたんで、今からお湯捨てて俺が混ぜてきますんで、ちょっとお待ちください、はい、よし。ちなみになんかしぼのぶこれなんかな、これわけほらこれ練乳買ってきたんだけどさ、何やこれ、これどう使うのこれ。というわけで、完成しました。ででーん、ボルダック。なんか匂いがやばいなこれ。どっちがどっちじゃない。どっちがどっち、どっちもうどっちもやべえよ、もうどっちやん。基本君はか、俺はデスブラックって言ったブラック。いいんだね。いいんだねって。いやいや、一口だけちょっと言ってみない。お互いな、俺が食ってからのリアクションなんか分かりやすいだろう。あ、まあ、辛さ強いから。そうね、やっぱ軽くね、軽く。しかもよかった、これもう汁なくてよかったよこれ。こんなん軽くの方が軽く、ね、汁あったら絶対俺やべえな。じゃあちょっといかせていただきますね。はい、箸これ何だおい、ちょっと待て、マジマジ、されないのマジされないのこれ、お前びっくりするよ、食ってみえよ。いやだから俺、いやお前がそうなったら俺もどうなんの、そしたら史上初だしゃっくり出てるよ。もっともっといけよ、いや、あかんかん、マジほんと、もうちょい行けよ、もうどこらしか行けよ。お尻がやばい。いや絶対そはいこれね、シャレにならんだろう、これシャレにならんね、この辛さ。仮面やん、は仮面やん怖っ。あーまたこれで、これを言わない、怖っ。違う、どっちが辛いんかちょっと調べたい。お互い交換しよう。これやばい。あ、これマジでやばい。もうね、すいません、今噛まずにもう飲み込みました。ちょ、一回逆交換しようか。せーの、お前は絶対いいね。はい、いやもうだ、色がやべえもん、絶対だから絶対こっちがやばい。じゃせーのうん、こっちの方がいい、うん、あ、こっちの方がいいこっちはやばい、赤い方がやばいです。赤い方やばいの、赤い方やばいの、やばい、これやばいの、赤い方やばいの。じゃあもう見えたらすぐ汗がついちゃうこれさ、変え、じゃあアホかお前これこっちがやばいって。じゃあ赤やばかった、ごめん、俺黒だ、黒だ、違う、おい行くよ、よー、今から英語禁止ルールね。うん。よーい、スタート。はい。どう最近の数字の伸びは。ないんだ。ん？いいんじゃない？段階ジュニア今の。はい、アウト、ジュニア行った。はい、なんでこれを選んだの？前に、うん、いや俺辛いの強いからって言うから、うん、じゃあ一回や、ちょうど今、辛いの。ブームだよね。うん、あそんなに数字とか気にしなくていいよ、うん、とにかく、え、結構気にするタイ、何は体験が好きじゃん。どういうこと、僕が言ってどういうこと、今から今ギリセーフえ、誰だと思ったの。武田鉄矢。え、武田鉄矢は、うん、何を担当、担当メイン歌じゃん。アウトメインあーやったな、お前やったな。だってこっちの方がいいんだもん、甘いんだもん。いいんだもんって。俺は、なんとか、はい。ふーじゃねえよ、お前。もう冷てえよ、お前。ふーってね、飲み込めよ、飲み込めよ。はい、飲み込む、飲み込まんと始まらんがや、はよ。会話できんがや。やばい企画やな、これなんだこの企画ダメだ、もう絶対無理だ。は絶対無理だ、こんなに俺辛いの食ったことない。いや、これちょっとやばいよ。蓬莱軒のね、系列だよ。蓬莱軒は特に、あの蓬莱軒とあとお酒の蓬莱軒とかみんな間違える人おんねん、なんか、うん、蓬莱って言えば何でも同じ会社のグループですかみたいな。アウトグループって言ったよ。ああ、もういいもういいもういい、いや出てない、出てないよ、ほら出てない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 出
許したるわ今分かった。だって俺見えなかったもん今ほんまに。いやだもう今見えなかったもん。もう俺こんなんやるんだったらもうほんと裸で逆立ちで歩いた方がまだよっぽどええわ。じゃあこれやめて裸で逆立ち。いやもう嘘つくで。例え話やん。例え話じゃん。ふーってないんだよ。ふーって熱くねえやろ。いやあれ一回噛み締めろ。ここで声噛み締めろお前。我慢し。あ、それなしなし。お前水分でごまかしてなしだよ。ノー、じゃあワクワクしてきた。でやめとけもうなんか。あじゃあ俺もじゃあ俺も行っちゃうかな。俺もあ行くぞ。終わりました。はい、少しの勝利です。はい、これで OK ですよね。これやったら OK ですよね。もうはい、麺ゼロです。はい、いやいや早さの問題じゃねえんやって。タビスコがさ、何今ナビスコ、タバスコがさよいこのみんな、40半ばを超えたらこういうくだらない企画をやめましょうバイバイ。今日も段階始めやな、終わったで。あー、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ。